激ロックドットコムをご覧の皆さん、どうもメリーです。ドラムの、ネロです。ボーカルガラです。この度、メリーはですね、8月5日に、ニューシングルハッピーライフを、発売いたしました。メリー流のメリーなりの、幸福論を、まあ、歌った、何でしょう、パンクソングと言っていいんでしょう、まあ、はい、すごくメッセージ性の強い、はい、あの歌詞になってます。あの、ね、こうみんなでサビを、ね、歌ってくれたら嬉しいなと思うし、ね、みんなそれぞれの幸せ幸福ってあると思うんで、今回、ね、その歌詞を読みながら曲も聴いてもらって、みんなそれぞれの幸せって何だろうって考えてもらえたらいいなと思ってます。なんかあれだね、あのフェスなんかにね出たらみんなで歌ってほしいなんで、なんかね、青空の下歌ってる、拳突き上げてさ歌ってるイメージもあるし、はい、あのまあ今だから歌える歌になったんじゃないかなと思います。はい、で、そのハッピーライフも引っ提げてですね、まあ、9月からは、まあ、アルバムのツアーでもあるんですけども、ナンセンスマーケット、2回 2F ですねが、これもまたあのメリーにしかできない対バンを引き連れて、うん、全国、いろんなとこ行きますので、詳しくはね、人間室、ガガガスペシャル、フラットサークル、はい、まあもう本当を筆頭に、はい、あの必ず刺激をくれる、もう独自の世界観を持ったバンド、ね、だしね、はい、今から楽しみです。まあ、そしてあの、ね、ほら3曲目、あ、そうですね、シングル、うん、あのドハツテンのマスコさんと、あの絶望っていう曲を一緒に歌わせてもらってるんで、そちらもあのぜひぜひチェックしてみてください。もうドハツテンのね、マスコさん魂をメリーに入れてもらったんで、うん、ぜひ皆さんにも聴いてもらいたいなと思ってます。はい、そんな感じで、これからも、何をしてかすか分からないバンドとしてメリーに注目していただけたらと思います。よろしくお願いします。メリーでした。